去年11月の花園予選と同じ組み合わせとなった決勝。九州学院は先制を許したものの、前半9分に同点に追いつくと、12番吉田、中央にトライ。吉田が決めました。さらに前半28分に逆転のトライを決めてリードして試合を折り返します。後半、熊本工業の反撃、キャプテン橋野太一が自分で持ち込みトライ、コンバージョンキックも成功し同点に追いつきます。しかし九州学院は後半13分、西本健介が勝ち越しのトライを奪うと、これを皮切りに3トライを奪って熊本工業を突き放しました。九州学院は2連覇です。この試合の模様は日付が変わって午前1時50分から RKK テレビで放送します。